今日も群馬はいい天気です。天気がいいとなんだか楽しくなってきますね。あれ、群馬ちゃんと群馬ちゃんの妹ゆみちゃんです。ララララ一緒にお散歩楽しいね。ララララルフルルルフル一緒にいると楽しいね。そんなに楽しくない。どうして？どうしてかな。ユミは楽しいよ。やっぱり楽しくない。お兄ちゃんはいつも元気でニコニコしているのに。そうだっけ？そうよ。そうなんだ。おやつおいしいね。おいしい。楽しくなってきた？はあ。楽しくはない。お兄ちゃんどうしちゃったの？どうしちゃったんだろう。本当にどうしちゃったんでしょう。ちょっと時間を戻して原因を探してみましょう。準備はできた？できた。はい、おやつ途中で食べてね。はい。じゃあこれ桐生さんへのお手紙、桐生さんに渡してね。お母さんが行ければよかったんだけど。お兄ちゃんなら大丈夫よ。お、ぐんまちゃんはお兄ちゃんだものね。ゆうみもいるしね。ゆうみのこともよろしくね。頑張ってね、お兄ちゃん。あれれ、出かけるときは普通でしたね。ランラランラン、ランラランラン、ランラランラン、お兄ちゃん、お兄ちゃん。おやおや、どうやらお兄ちゃんとしての責任感が重くのしかかっていたようです。ああ、重そう。責任感ですね。ではここからは責任が見えますよ。お、どうしたのお兄ちゃん。そんなに楽しくない。どうして？どうしてかな。ユミは楽しいよ。やっぱり楽しくない。お兄ちゃんはいつも元気でニコニコしているのに。そうだっけ？そうよ。そうなんだ。おやつおいしいね。おいしい。楽しくなってきた？楽しくはない。お兄ちゃんどうしちゃったの？どうしちゃったんだろう。どうやらお兄ちゃんとしての責任感がぐんまちゃんを苦しめているようですね。大丈夫？お兄ちゃん大丈夫じゃないかも。もうすぐ桐生さんの家よ。こんにちは、桐生さん。こんにちは、ぐんまちゃん、ゆうみちゃん。これ、お母さんからです。ありがとう、助かったわ。偉いわね、ぐんまちゃん。さすが、お兄ちゃん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 。ぐんまちゃんはお兄ちゃんだから。ランラランラン、ランラランラン、一緒にお散歩楽しいね。楽しい。
ランラランラン、一緒にお出かけ楽しいね。本当に楽しい。ルフルンルンルフルン、一緒にいると楽しいね。絶対楽しい。呼ぶテクニック、テクニック。お兄ちゃん、自分ばかり責任を感じていたみたいだけど、次からは2人で分けましょう。あれ、バレてたの？もちろん、私たち双子だもん。あ、そうだった、双子だった。そうか、さすがお兄ちゃんだな。そうなのよ、お兄ちゃんだわ。またお兄ちゃんとお出かけしたい。ぐんまちゃんだけど、お兄ちゃんなんだ。うん、そうよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、パワー 100%。